ラス・フリーマンは、アメリカテネシー州、ナッシュビル出身のフュージョンで活躍しているギタリスト、ザ・リッピントンズのリーダー。ギターの他にも、キーボードやベース、ドラム、プログラミングもこなす。ピークレコードの創設者の一人。全く同じ表記のウェストコーストジャズピアニストの、ラス・フリーマンと混同されることがしばしばあり、同盟ピアニストが2002年6月に指揮をした際には、 オールミュージックガイド等、ネット上などで混乱を起こした。音楽家であった父の影響で11歳よりギターを演奏し始める。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で作曲を学ぶ。テレビやコマーシャルソングを手掛けるようになり、スタジオミュージシャンとしても活動するようになる。1985年にアルバム、ノクターナル、プレイグラウンドを発表。 1986年にザ・リッピントンズを結成し、GRP レコードより正確にはザ・リッピントンズ、フィーチャリング、ラス・フリーマン名で、アルバム、ムーンライティングを発表、以後このグループを中心に活動していくこととなる。ムーンライティングにも参加したケニー・ジーやデイビッド・ベノア、とは、仲が良く、ベノアとはザ・ベノア・フリーマンプロジェクトというユニットを作り、アルバム、 ミラージュを1994年に2004年にアルバムストラティンを発表している。1990年発表の T スクエアのアルバムナチュラルにプロデューサーとして参加。ソロ名義では1995年にクリスマスアルバムホリデーを発表している。1996年にマネージャーのアンディ・ハワードと自己レーベルピークレコードを GRP 内に設置。 ザ・リッピントンズ結成10年目となる1997年に独立し、BMG 参加のウィンダム・ヒルレコードに移る。このレーベルと契約中の1999年に、ギタリストのクレイグ・チャキーことの共作アルバム、フロム・ザ・レッド・ウッズ・ツー・ザ・ロッキーズを発表した。2000年に、ウィンダム・ヒルは、ジャズ部門を撤退、フリーマンはレーベルごと、コンコード・ミュージック・グループに移り、 ザ・リッピントンズのメンバーとなるエリック・マリエンサル等のアーティストと契約をし始める。2002年に久々のソロ作ドライブを発表した。アルバムではギター以外にもキーボード、ベース、ドラムプログラミング、ミックスなど多くのパートをセルフプロデュースすることが多い。ギタープレイはラリー・カールトン、リー・リトナーなどの影響を受けたジャズロックなフレーズを非常に滑らかに奏でる。 一方で、ジミヘンドリックスの影響も受けており、ライブではアメリカ国歌をソロで演奏することもある。初期はギターシンセサイザーを多用、ギターとのユニゾン以外にもソロパートで演奏されている。現在のメインは、ブライアン・ムーア、デイビッド・ベノワその他。ありがとうございます。